お疲れチャンスラッドです。今日はですね、こちら現在来ておりますトリプルエリクサー大会の最強デッキをねやっていこうと思います。というわけで、まあ、定期的に来るグロ大会ですね。はい、世界100位以内に入ると、トロフィー磨くね限定スタンプがもらえますんで、皆さんもぜひ挑戦してほしいんですけども、報酬もね豪華ですよと。こちらなんとね、今世界9位のこの方ですね、マルチも、まあ、上位でね、バッチもすごい豪華なこの方が29勝無敗というわけで、ちょっと最強デッキをね、使ってますので、そちらをね、ちょっと紹介していこうと思います。はい。で、そちらがですね、こちらのミラーロイホグ、ですね。はい。ここ最近ロイホグも普通に使われてるんですけども、まあ、そのアイスピーの枠がね、まあ、鏡になりましたよと。で、まあ、エリクサーがね、単純にやっぱ3倍なので、まあ、基本的にこう1コスを入れるメリットがそんなない。それこそやっぱエリクサが漏れてしまってね、無駄になっちゃうので、まあスケとかアイスピとかそういう1コスを入れるぐらいなら、まあちょっとね、なんか大型対策のロケ砲とかファルチとか、まあこういうねポイズンだったりフリーズとかミラーとか入れた方が強いよっていうことで、まあ早速こっちはもうパッパねやっていこうかなと思います。マジでなんか本当に久々にエリ3倍割るんですけど、おもろいっすね。なんか僕こういうグロ隊のエリ3倍とか、もうレイジチャレンジとか、なんかイカれたチャレンジ大好きなんですよね。マジで本当にチンパンです。マジで。してることはチンパンなんですけど、これが強いです。はい。まあなんかフェニックスいっぱい出して、よいしょ、ポイズン打って、なんか基本的に、なんだろうな、マジ本当、暇だったら後ろからロケ砲とか流して、フェニックス流して、あとはロイフグするだけ、ロイフグミラーするだけみたいな感じっすね。よいしょ。で、防衛はまあ、ロケ砲ウッドあたりで全部お掃除。まあ、テスラがすごい邪魔なんですね、僕からしたら。どうしようかな。マジで、本当に、テスラウィザードがね、しかもバルキリーもあるんで、おー、矢の目を、なんか、キモい感じに反射したっすね。さあ、で、ここは、1回目こっちで、ああ、右にロイフグ来るんだと見せかけてないとさ、左マシマシロイフグ。さあ、これが強いぞ。相手はまあでもウィザードもバルキリーもいるんで、なんとも言えないんですけど、まあこんな感じで、ミラーロイフするだけで強いよねと。で、メガナイトはそんなサイクル回んないと思うんで、そうそうそう。攻めながら。で、なんかね、暇だったら、後ろから、なんかエリクサーを漏れる人のあるあるは、こうやっぱカードを、いや、どうしたらいいかわかんないみたいな、多分良くなると思うんですけど、暇だったら、なんか後ろ、ケツっていうのかな。タワウルぐらいになんかとりあえず流しとくだけでなんかいい感じになります。はい、フェニックスとロケット投手はまあ分かんなかったらマジ後ろに流すだけとかでも、まあここは前でもいいんだけど、よいしょ。さあ、でこれはもう、まあ、見て分かる通り守れないんで、まあ、こんな感じで守るというよりかは、まあ、攻めてあげて、よいしょ、まあ、最終的にね勝てばいいんでね。結構ね、こんな感じで折り合いになることもあるっすね。よいしょ。まあ、あとは意外とフリーズとかが強かったりもするかな。ぶっちゃけこのミラーの枠は他でもいいんじゃないかなっていう気もしないことはない。さあ、マジで、フェニックスミラー、ロケホーミラー、ロイホグミラー、まあ、いろんなミラーをしとけばなんとかなる。マジでテスラだけちょっと。テスラ反射できねえわ、そういえば。うん。さあ、縛いて、マジで。陸受けがね、マジちょっとだけ怖いと思ったら、もう本当に、豚で、ドビンでロケ砲延命とかして。マジトリプルエリクサーって、まあ、おもろいんですけど、なんか大変ですね。であとは本当、グロ隊、マジで、それこそバッチだったり、一桁を狙うなら、やっぱクラウン数が重要なんで、あれ、俺、勝ったと思ったらけどさ、まだ勝ってねえわ。やべえ、やべえ、やべえ。勝ち誇ったような感じで解説してるけど、全然まだ試合終わってなかった。やばいやばい、来るぞこれ。やばいやばいやばい、マジで。やめて、ね、フリーズとか怖いよね。よしよし、さすがに、さすがに。さあ、文句で反射か。そう、クラウンスも大事になってくるんで、まあ、余裕あればなんか、わざと相手にね、あげるぐらいの。ウッド反射して、いや、いいね。さあ、まあ、見てわかる通り、フェニックスミラーがバカ強い。マジフェニックスミラーが化け物してる。さあ、フェニックスミラー、まあ、最後の最後はロイフグミラーもねありですよっちゅうわけで、いやー耐えてくるね。さあ、まあ、暇だったらロケ砲とか後ろから流してもいいし、文句を流しとくと
なんかね、サイクルも速くなるんで結構良かったりします。あとは困った時の防御の強い一応、いや全然いらんかったな。さあこれはもう我がロイホグロイホグブーブータイム、さあブーブータイムで絶対入るやろこんなんっていうOK、 ロケオンも入って勝ちと。ちょっと初戦からなんかあれ本当にその時強いみたいな試合をちょっと繰り広げちゃったんすけど、あのガチ強です。だって 29-0 っすよ。はい、証明されてるんでね。まああとはうん、まあそうっすね、本当に最強。なんか今まではトリプルエリクサーなんか枯渇が強かったりだとか、それこそ今回もスケラが多いんですよ。そう、スケラフリーズ、スケラポイズンが強いっつって、まあ、いつもスケラ強いんですけどトリプルエリクサーって。でも今回に限ってはスケラをこれでねボコボコにいきます。はい、よいしょ。棒ポイもしつつスケラ打たれた瞬間にロイフグ飛ばしてみたいな。よいしょ。ゴブリンもねやっぱスケラにも強いんでって考えたらマジで環境で、ここでもう攻めてあげる。はい、相手のヤナアメとかぶってて相手はこのロイフグがきついよと。全然きつくなさそう。ウィザードいる。でもロケット押しまでつけてあげる。何が来るんだ。さあメガナイト、いやメガナイトだけはちょっとなんかね嫌っすね。ちょっとめんどくさいな。さあ文句固まってあげて、危ねー。でウィザードがさ結構悪さ知ってるよね、さっきから。なんかこのデッキもしかしてウィザードがきついまであるけど、まあまあええやろ。しっかり適当になんか縛ってあげて延命できそうだってしたいな。まあ、ほんとしなんかできそうとかじゃないけど、ね、無理やりだけど。マジでほんとに足場フェリックスしてるもんやばいけど、それでいいんです。はい、落ち着きたかったらもう後ろからほんとユニット出してね。ケツメ、ケツメっすね。さあマジで暇なんで後ろからこんな感じで合わせてあげて、もうあんなんぽいっすよぽい。で吹き矢にウッディ、これは守ってほんとカウンターするだけみたいな。あ、吹き矢勝手に行かれるっすか。さあメガナイトも使ってくれた。でこれ陸撃きついじゃんってなる。でも文句が強い。あってやばい、なんかすごい、あ待って、なんか文句が弾いてさ、やばいやばい、陸撃が、陸撃が、いや何そのノールック。お前プロ選手なれるぞ。よいしょ、ノールックロケ法で爆刺さりっすね。まあ忙しいんですけどね、やっぱトリプルエレクサーとかのまあ大事、まあクラロワにおいて大事、やっぱエリ漏れっすね。多少のエリ漏れはいいと思うんですけど、やっぱトリプルエレクサーってやばいやばいやばいってなっちゃうと、気づいたらめちゃくちゃ多分損するんで、まあ、基本8ぐらいで出すよね。てかもう本当に5ぐらいでも出してるんだけど。よいしょ。で、あのタワーマジであの2個欲しい。2個よこせ。お願い。よしよしよし。さあこれでクラウン2個ゲットする。よいしょ。まあ丁寧に守るのも大事ですが、1本あげてもいいんでね。クラウンこっちが取るのも大事ですね。まあせっかくならキング降りたかったっすけど、まあ間に合わなそうって感じかな。マジとりあえず後ろからフェニックス文句出してロケ砲出して、文句じゃねえな、まあフェニックスとキノコですね、ロケ砲ですね、出してまあなんか守って8枚ロイフグ行って全部ロケ砲で回収してまたロイフグ飛ばしてみたいな。結構なんかシンプルな気もするなこれは。本当に見てもいい、俺でもゴリゴリ行くんすよね。ゴリゴリゴブロイフグ行きます。なんならフェニックスまでつけちゃう。なんかもうそんぐらいしていい気がしますね、トリプルエリクサーなんで。はい、であとはこれはもうマジポイズン欲しい、ポイズン欲しいんで回します。はい、おーラバーだ、珍しくない。あてか今までトリプルエリクサーってラバーが強かったんですよ。そうラバーが強かったから、まあ、今回もラバーが強いやろって思ってるタイプのプレイヤーが来たと思うんですけど、甘い甘い甘い、ラバーが強い時代はね終わりました。はい、フェニックスに勝てません。でしかも文句固まって時間稼ぎも、え時間稼ぎマジ無能やん、褒めようとしたの。さあでもマジフェニックス強すぎて、はいって感じかな。でまあどっかにスケルトン部隊、あー逆ー、
ポイズン打っちゃう。いやまあここにポイズン打ってもいいんですけど、まあまあなんでもいいやろ。さあというわけで今まで最強だったトリプルエリクサー、スケラだったりラバはもう終わりましたね。新時代です。最強はフェニモン。新時代なのかどうか。サイライム使った、まあファイエボもあるけどね。よいしょ。いやマジでやばくね強すぎ。壊れっていう、ただの。よいしょ。もうゴリゴリね、金ゴリいきます。矢の雨まで反射しちゃうよ。さあ相手は諦めちもうたっすね。さあマジ最終的になんかこんな物量デッキみたいになるっすね。早い。たかり具合がえぐいね。ただのリンチ。さてなわけで、まあフェニックスミラー、ロケホーミラー、ゴブリンはあんまミラーしないかな。ポイミラーぐらいはね削りですごい強そうですけど、まあ、あとはロイグミラーっすね。ひどくな気もする。はい、いってらっしゃい。マジで初手チンパンっす。でこんなん来たらゴリゴリポイズン打ちます。大体は多分スケラかなっていう。まあでもスケラとか別になんか打ったれば守れるしみたいな。なんだ、キンキドで引くし。さあ、キンキドしたので、もうスケラには負けないよと。まあ、ファルチェ、めんどくさいですね、こういう。で、墓石か。うん。いや、もうクリスト。まだ俺の負け筋はマジで、このファルチェの釜がぶっ刺さるぐらいかな。あ、でもなんかゴブリンぶっ刺さってんな。よいしょ。で墓石に打って、なんかスケラデッキめっちゃいるんですけど、まだもう基本ボコボコにできるっすね。なんか圧勝とかじゃない、ほんでボコボコ。圧勝の方がいい響きかもしかして。そんなんも別にフリーズ来たらウッドすればいいだけなんで。さあ来ません。さあファルチェは自分の釜で、おお、さよならば、バイバイ。よいしょ。さあでもこんなんは打ったればスケルトンラッシュは止まるって覚えておいてください。あんなウッドもいらない。いやー行きたいけど、さすがにあの釜野郎がいるとねきついよねと。いうわけでマジスケラはいさっすね本当に。今回に限っては珍しく。でちょっと怖いなとか思ったらもう全然ボーポイしていいんでね。はい、ボーポイガンガンしてください。まあ、してもしなくても。いやーあの戦線ペクさ削りたいんだけどさ、一生カマ振ってるやつらいいんだよ。まああのポイズンでしばきます。はい、カマ野郎は。マジカマ野郎えぐいな。なんだ、さよならさよなら。いや熱いぞこれ。ブーブータイム豚の。いやこういう時はやっぱゴブリン、やばい。墓石にやったな。いやたまたまいい。熱い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 。さあさあさあ溢れて、もしかしてゴブリンがファルチを倒す時代が来ませんよと。なんかあれだな、トリプルエリクサーだとなんか喋るのもいつもより早くなっちまうな。あマジであのキング欲しい、本当に本気でキング欲しい。1個あげる、余裕であげる。10秒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 。いやマジでオンパチでゲーム。いやさすがに、おい危ない。なんなら最後文句あの固まればね、相手ファルチェの釜で自害することになってた。おいマジで強いな。なんかこういうデッキって 何までんだ。基本枯渇ラバー勝てるでしょ。うん、チンパないか。何まで同じようなデッキに負けるんだろう。さあ仲良しデッキっすね。さあこれちょっと熱いんじゃないか。今回の相手にミラーがあるのかは知らないんですけど、いや耐えたい。
いやマジであれが強い。ロケホ、いや俺にもロケホいるんですけど、相手のロケホだけ異常に活躍してね。いやこれロケホフェスティバルだな。ロキホーやばすぎて普通にこれ喋れねえな。いや相手もミラーやん。しかもあっつ、強いって。ちょ待って負けそう。負けるデッキは分かりました皆さん、同じデッキです。さすがにこれはタイブレイク1本あれ折れると思うんで、こんな感じでセパしてもう右をね僕あの視野に入れて、ミラーの勝ち方は結構ガチで分かんないな。マジでミラーの勝ち方はなんだ、もうロキオンっすよね。もしここはもう無理に守んない。で俺のよくね負け筋こういう76とか削り忘れるがあるからね、本当にそれだけ怖い怖い怖い。よし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 、てかなんなら、うわでかいクラウン2個。さあ負けそうでしたけどね、ちょっとだけ同じのに。多分ねこれに勝てるデッキっていうのがまだ存在してない、存在してない説あるっすね。全く一緒じゃない？あ、全く一緒っすね。うん、だから、結局施設とか入れても、メガナイトとか入れても、1周目のロイフグ守られても2周目のロイフグきついだとか、まあ、結局なんか無理なんでしょうね。本当に。まあ、なんか対策デッキが生まれるとあれですけど、多分それまではね、バカ強だと思うんで、はい。こんな感じで。でこんなのも全部お掃除お掃除。いやマジロキホも強いしな、全てが強いよな。でこのマジアチはねワンチャン無視でもいいよ。うお天才ゴブリンセパー。いやたまたまよいしょ。さあマジアチは一応ウッドミラーとかでもしばけです、ね、はい。そして守って、守ってたら気づいたらこうやってね、カウンターの形がえぐいですから、さあ一体どっちでメガナイト出すんだと。さあメガナイト出すコストがない、そうなると両サイドがさクリストロケホーがパーティーしてる。いやえぐいな。さあ普通に殴ってるもん、固まりませんうちの子は。ワンチャンマジアチュクルな、こんにちは、つきません。これメガナイトです。まあメガナイトなんかこう見るとほんとちっぽけなカードですね。なんかかわいそうだ、だって絶対突破できないですよね、もうメガナイト。メガナイトもすごい好きなんですけどね。さあ気づけばこんな感じで両サイフルカウンター。さあマジで適当にっていうとあれですけど、マジ適当に迫ってるだけでも勝てます。でもゴリゴリ攻めてあげて、ワイはキングが欲しいんや。よこせクラウン。よいしょ。からの、ここで強いのが、さあミラーロフグ。しかも、文句が固まって、ターゲットいっぱい取る。矢の海を跳ね返したのか今の。なんか、怪しいけど。あー、豚が。さあ、豚もゴブリンも、鳥も。なんかもう、すべてがね、残ります。鬼強くね？なんだろうな、対策するなら、まあ、まあ、ガチ、ほんと、バルキリー、ウッド、ボムタワー、
まあなんかフェニモンとか、バルキリー、まあ、バルキリーっすね、やっぱ対策ってなったら。なんかバルキリー、バルーン、バルーン取るね。鉄壁、守り固くないと。さあ、こういうのはやばいっすね。一言で言うと。うおてか相手今の分かっとったやろ、絶対。そうなることは。さあ、ちょっとだけゴル内で世界が変わっちまいそうで、怪しい展開ですが。なんか相手のデッキがちょっと分かんないですね。ドリルとかウォールブレーカーとかあんのかな。ちょっと一回分かんないんで、フェニフェニの舞して、さあファイブこんにちは。マジゴルないっすね、僕の負け筋は。多分それ以外はもう絶対負けないんで、ゴルないだけ気ぃつけたい。あなたはこういう削り、これ多分ね、きますよ。さあ、ロイフグからの次のロイフグ、これ結構刺さりそうですね。ファイブ使う。いやでも防衛部うまいな。いやマジで、あの入るかどうかはもう祈り、頼む頼む頼む。いやでもゴブリンが、ゴブリンがこっそりシレット、ちょ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 、ナイス。うい、フェニックスが気づけば起き上がる。あー、さすがに勝ったな。これさと、まあボルネのダッシュが入ろうが、マジアチャで射抜かれそうになろうが、結局はフェニモンからのブーブーゲーミングですね。ガチで強い、本当に負けないっすね。まあミラー対決ぐらいかな、負ける。さあいい感じっすね。14-0 か。まあ20-0ぐらいいくとね、やっぱ気持ちいいっすよね。うん、強そう。ちょっとさあ一旦ロケホ、おお、これ遅延スキラっぽいっすね、マジで。確定か。さあ相手もちょっとそこそこできそうなんで、やばい、エリが漏れてるやついます、ここに。この相手めっちゃちゃんとなんか守ってくるんですよ。いやマジで、一回のスキルターン機かこれ、もしかして。さあマジで多分ガンイモっすね、トリプルエリクサーで。なので俺はまあちょっと攻めていくか。さすがにポイズン来そう。まあロイフォグミラー刺すとかかな。さあでもだんだんなんか相手がきつそうになってきそうな香りはしてる。んこれ多分フェニックス行かれるぞ、なんか。そうだよな、なんかフェニックス溜まってたよな今いっぱい。さあロイフグミラー行きたいけど、ウッドも使いたい。いやーこれフェニックスお帰りあるな、ハッピーバースデー。おい、さあ相手すごい頑張って守ろうとしてるっすね。もうエリクサ3倍タイムなのに。さあそんなあなたは鳥で行かれます。えぐくない、遅延スキラってめちゃくちゃ鉄壁なデッキなんですよ。その鉄壁なデッキがめちゃくちゃ守ろうとしてくるのを余裕で突破できちゃうっていう。さあちょっと分かんなかったんで、後ろからとりあえずフェニックスミラー
あの両サイド出しとけばなんとかなったっすね。うん、おい、まあ防衛はやっぱそこそこ強いね。ウクザン、え、なんかバカ強そうじゃね、どっかの大将みたいな。さあここはもう、いや、いらねえポイズンか、いや、めっちゃいいポイズンか、もしかして。ウッドあればね、何でも基本守れるんでね。フリーズ、さすがに来ない。ああいらねえ、豚下、マジ引かれてるだけ。かわいそう、かわいそう、ごめんな、ブーちゃん、そんなつもりはないんやね。ちょっと怖かったらもう棒ポイします。はい、棒ポイもゴリゴリ。あー、マジで切られるために豚はいるのか、これ。マジでごめん、本当にそんなつもりはないんだよ。いや、でもタルババを跳ね返してる。うーい、熱いぞ。これちょっと熱いんじゃない、このドラフグ。さあウッドがね、やっぱ豚飛ばすときにはね、ウッドもセットで打った方がいいっすね。マジ打ち毒ぐらいなイメージがある。さあここは行きたいが、あのカルチの受けがねえっつって。守っちゃうよ、ロケット押し。いや、守りたかった、その笑顔。卵は破壊。お、これファルチがさ、いや、文句に言ってほしいんだが、ちょっと遅れるけど、刻まれるよりはマシ。いや、めちゃくちゃいいポイズン、いいポイズン。こう攻めることによって相手も全然攻めれない。もっと攻めてきてくれていいんですか。さあこれはなぜかキング起動ができてしまうっていう奇跡、もしかして痛いってやつ。さあで40秒か、左の1500も落としたいっすね、贅沢を言うならば。でこんなことしてると多分右が折れないみたいなこともよくあるんで、私一丁目、ああ、自分か、これ左下上げたいっすね、ぶっちゃけ。でも落ちねえかもしんねえな、右下は上げたくないんだよな。いや、めっちゃブーじゃないこれ。さあレベル12はさすがに軽く高い、マジ余裕で1個上げる。ああ、もう上げない、クラウンがね欲しいんでね、本当に1バッジ欲しいな、このアカウントに。メインアカ持ってないんですよね、そう。なんでこのバッチに1,2,3,4位更新したい。さあアンディ、いやファルチェ、ファルチェ多いっすね、バナーも使ってるプレイヤーも。おお、とか言ってたらマジでファルチェ。うわ、めっちゃいいそれ。あ、でも打ち消した。いや防衛うまいかよ。ワンチャンフリーズもあるので、いやこれマジででかい。さあミラーロフでぶっ刺していく、ちょっと怖いんで棒ポイ張っちゃう。でもう一回棒ポイ発注。さあオシャンティー防衛、攻めてもこれ、しかもここのロケット押しで、あれをキング起動したい、そっちじゃない、あ、自分でポイズンに溺れた、ごめん、ポイズン相手打ってたわ、全然気づかなかった。さあまあファルチいるんで、まあ、逆行ってウッディも転がして、さあこんな感じでやってると負け筋がわからない。ファルチだけ、あ、マジでごめん、下手。お前一体何に謝って、何にこうなってるんだ。
さ、マジですごいすごい豚がいる。てかミラーロイドするだけでこんな入るっていうぐらい入る。お願い、こっち見て、しかもこっち見て、延命していくよな、どっちか。卵は破壊、あー延命したかったっすね今の。マジ負けすぎ筋やっぱファルチですね。ファルチだけいい感じに。で困ったらマジで防衛ロイド。さあこれも結構いいぞ。困った時のマジ捨てっすね。捨てちゃうけど、あとはねあそこも破壊したいな。でもスケラがこんなにボコせるんですよ。しかも流行ってるんでありがたくね。ボコボコにできるデッキが流行ってる時ってさ天国だよ。もうおかわりいきます。お願いお願い落とさして。レベル12だから、うちそんな簡単に止まんないよ。さあクラウンありがとうございます。さあというわけで、なんかこのファルチェフェニックススケラもすごいいるっすね。なんかポイズンだけの方もいればフリーズポイズンみたいないるんですけど、全部この鳥と豚と緑の餌というわけで、こちらのロイフミラー皆さんもやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れちゃんです。またねー。